皆さんこんにちは、ドレイクです。皆さんはニキビとかありますか？ニキビに悩んでるとかありますか？俺はね、ニキビいっぱいあります。ここにいっぱいあるし、あとこっちにもいっぱいありますね。顎の下にもここら辺もね、結構いっぱいあります。で、今日は歯磨き粉を使ってニキビを治す方法を教えたいと思います。これもまた母から聞いたものです。母がブログを読んでて、そこから知りました。必要なのは歯磨き粉です。こちらはね、1ドルショップで買った歯磨き粉ですね。クレストという歯磨き粉ですね。あ、こちらね、ニキビを治すために買ってきましたね。キャップを取って歯磨き粉をこうぐらい指につけるんですね。で、指につけた後、ニキビがあるところにつけます。はい、例えばここにニキビがありますよね。こういう風にやるんです。こうやって撫でますね。で、次はこっちをやりたいと思います。この顎の下にもやりたいと思います。はい、つけました。これを何時間か放っておくんですね。そのままにしておくんです。で、お風呂入るときに顔を洗えばニキビがちょっとずつ治っていきますね。で、これは夜にもやっていいです。寝る前につけて、で、寝て、その次の日に顔を洗えばニキビが消えますね。完全には消えませんけど、ちょっとずつ治りますね。それでは皆さんも試してみてください。歯磨き粉を使ってニキビを治すのをやってみてください。別に高い歯磨き粉ではなくても大丈夫です。安いのでもニキビは治ると思います。それでは次の動画をお楽しみに。じゃあね。